ゆうさん、6月1日に U ウェーブが開局したんですよ、うん、みんな見てこれ、とにかくね、めちゃくちゃコンテンツが多いんよ、すごい、いろんな美和館見たんですけど、美和館私も出させていただいた、そのテレビとネットの対決する話、うん、テレビ対ネットな、めっちゃ面白かったです、ね、それきっかけ、なんか遡っていったらいろんなジャンルあったんで、ほんまにもう飽きないぐらいずっと見てまいりました18年間やってるから、あの番組めっちゃいろいろあって、めっちゃ面白かったです、ゆうさん一緒に出演させていただいた、はい、あのカモン不動産屋さんの PV、うん、あれはね、もうめっちゃ頑張ったんで、謎の不動産見てほしいんですよ、いや踊ってくれた下手やの頑張って、それやりなさい、レコーディングも来てくれた、はい、めっちゃ足引っ張ったやつです、レコーディングはやっぱり音痴はあかん、あ私は、バイタル研究所の音楽業界のコロナウイルスの影響、うん、あこれはやっぱりでも各業界のマイスターがすごい人やからね、うん、なんか言葉が重いよね、うん、私ゆうさんのカタリズム、はいはい、ラジオに出てくれたもんね、はい、出してもらいました、そこでしか見れへん表情とか、やっぱりその映像でも伝わってくるものが、ラジオってリラックスするから収録が、うん、自然な感じで、そうテレビより少人数でやってるし、アットホームな感じがあるからね、トさんもやっぱこれ見てくれてんのかな、私も見てるに決まってる、全部見たわ全部見てるよ、そんなもうこいつやるなすごいね、本当に意外とやりますね、そのチョさんのコーナーは U ウェブで作ろうか、よろしくお願いしますということで、U-WAVE、皆さんぜひご覧ください、はい、お願いします、こちらチェックしてください。